皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の新井圭介です。本日2023年、9月の18日、17時29分、この間神戸地裁などに出していた内容の中でテレビ局への求めに関して番組で提案したものに関してお金を払ってほしいという内容のものが、まあ、裁判所に提出したつもりがなかったみたいですね。ちょっと分量は多すぎて、自分の方でも何から手をつけたらいいのかわからないっていうような、まあいろんなことを同時進行で行ってますから。で、まあ今でしたら、例えば TBS だったら安住アナウンサーが取締役になってますよね。で、まあ今はキャスターという名称の方が合ってるのかもしれませんけども、まあテレビ朝日だったら大下容子さんだとか、その僕からの提案でいろんな番組各テレビ局を作っていただいたと思います。で、ホームページ淡井圭介の履歴の61番、一時停止をしていただいてメモしていただきたいんですが、私の提案で作っていただいた番組、まあその辺のところで、完全に、ね、その番組自体がまあこういうものでっていうような形で、こういうように作ってほしい、またその番組が放送されてからここはこうした方がいいとか、まあそういうふうな内容を SD カードにいつものルート高島綾宛てルートで送って、まあ各テレビ局の方でその情報を、受け入れて、まあ皆さんで良い番組を作ろうということで、作っていただいていたと思います。で、その請求金額なんですけども、どうしましょう。61番にはっきり書いておきましょうか。まあ視聴率に合わせ、ある程度ね、やっぱり視聴率も気にしなきゃならないと思うんですよ。NHK だろうが民間だろうが、本当に皆さんにとって需要があるのかどうかっていうところで、必要とされているのかどうかっていうところで、で、各放送している時間帯の、視聴率で、例えば1時間の番組で、平均視聴率だと1回の放送で1万円で、その視聴率よりも平均視聴率よりも 1% 以上低かったら1回の放送5000円で、平均視聴率より 1% よりも上であったら、1回の放送で2万円と、まあ、そういうような形での請求で考えています。まあ、それでお支払いしていただけないかなと。まあ、他にもいろいろ手助けしてほしいですね。ホームページ、淡井圭介の履歴の、その河川水門外式ダム発電だとか、蒲田発電とか、その、なぜそれを行うのかっていうところまで皆さんご理解してもらったら、非常によくわかると思うんですけど、エネルギーの残存量問題に関しても、一時停止を押してください。ホームページ、淡井圭介の履歴の36番を見てください。世界国勢図へのデータ、新しいもの、2023年のものを、9月15日に購入して、結論出ています。で、そこに記載している9月15、16、それぐらいの日に、記載している内容、読んでいただいたらわかる通り、その解決策である、そこからアクセスできるようにしてますけども、58番の内容を早急に行わなかったら世界中で、これはもうどうしようもないと、まあ、これはもう世の中の現状であって、ガスの採掘可能埋蔵量49年です、2022年ぐらいのデータの時点、2022年ぐらいの時点で49年ほどですね。これが現実です。どんどん数字は減ってます。これが現実です。ロシアなんかは1万5000メートルもそこまで掘ってくれています。現在は。日本は秋田県が、2014年のデータで4000メートルですから、実際2014年に開示されてるっていうことは、その数年前に4000メートルに達しているのであって、現在は5000メートルなのかもしれませんし、6000メートルなのかもしれない。もうこれはもう大体で予想するしかないです。で、東京都とかの、まあ、関東一円の
地下で、ガスの採掘をある程度します。まあ、テレビ局の役員の方たちでしたらご存知だと思いますけども、ほとんど日本は他国へ、ガスとか、石油に関して、輸入に頼っています。秋田県の石油なんて日本の、5%もありませんから。3%あったかどうかぐらいだったじゃなかったんですかね。で、日本海のメタンのハイドレートを掘削してますけども、年間の、5%もありません。日本国内での消費量のね。全然、状況追いついてないっていうのは、これが現実です。ある程度一斉崩落で関東の方で地震が発生しているのはそういう部分です。ガスを採掘してますから。で、国際司法裁判所のあるオランダ、ハーグ、まあ、オランダという国で置き換えて、しっかりとインターネット記事でもたまに流れてきます。オランダでも地下で、そのガスの採掘をしてるんですけども、理由はっきり述べてます。地震が発生する可能性があるから、一旦ガスの採掘停止してますと。これは定期的に、そういう記事が流れています。オランダの方でも採掘したりしなかったりを繰り返してるみたいです。どうやら。本当にお支払いもそうなんですけども、そのホームページの方で、結局僕のホームページじゃ多くの人に伝わらないので、僕はテレビに出て説明するしかないと思ってます。さまざまな自然再生可能エネルギーの普及の仕方とか知識についてですね。ですので、まあ、皆さんご連絡していただけたらなと思います。それと、その私の提案で作っていただいた番組に関して、ちゃんと書類化して、まあ、書類をいただけたらなと思います。まあ、私は、人材派遣会社所属で仕事をしていた時が多かったですので、社会保険になかなか入れてこれなかったんですよ。話がたらい回しになって。まあ、多くの人たちで起きた現象だとは思いますけども、昭和63年以降、人材派遣業法が出来上がってから、まあ、ひどい賃金叩きであったりだとか、仕事場をたらい回しになったりだとか、そういうのが過度に加速して、それも少子化の一因になっています。で、厚生年金なんですけども、社会保険に私が入れてもらえてなかった時期が多かったので、1年間分ぐらいしかかけてないんですよ。だから、年金の掛け金が全く足りない。厚生年金と国民年金両方合わせて生涯2000万か2500万ぐらいかけていって、月々の年金の支払いが、支給される額が、15万ぐらいだったはずなんですよね。で、その所得税の控除で本当は家を建てるものであって、とにかく一つ一つ何か解決しなかったら何も物事前に進みませんので、河川水門改式ダム発電とかも特許申請しようと思ったら、いろいろ審査を通して、まあ、10年間自分の権利として持っておくには17万の、申請料はいります。約17万円ほどの。で、まあ、地下水流トンネル発電も、まあ、それはそれで特許申請したらそうなるかもしれませんし、マグマ発電とかもそうですし、本当は別にマグマ発電なんてものは特許なんか申請しなくても大手企業は行ってくれたらいいなとは思ってるんですけども、その辺のところでしっかりとした人脈を再構築しなければならない。その1997年8年フルツラーバーグで勤務していた時のように、で、対応しなかったらもう人類手遅れのところの一歩手前までもう来てますね、明らかに。まあ、自民党の皆さんとか安倍政権の頃にだいぶ頑張ってくれて、2011年の頃とデータを比べたら、2022年のデータでは、自然再生可能エネルギー、主要国の間では、平均的に、まあ、10%ほど、全電力の、10%ほどを占めるぐらいに追い上げ
てはくれています。電気自動車を普及しながらですから、だからそれはまあかなりその頑張っていただいているのは頑張っていただいているんですけども、他にもその至ってない部分、気づかれてない部分というものがたくさんありまして、それを YouTube のなどで私がアップロードしています。各自各役員の皆様で、僕の YouTube の登録者として登録していただいて、着信利益が来るようにしてください。そうすれば淡井圭介がどういうふうな内容をアップロードしているかっていうことと、淡井圭介がどういう状況下に置かれていたかっていうことが深くご理解できると思います。で、その一応表立って、まあ、ホームページ公式での方たちへのメッセージという90番のところで、今年もはっきりと申し上げてますけども、結婚希望相手1位は、佳子さまであると。ただこれ、佳子さまがどういう返事をされるかなんて何の根拠もないんですよ。自分でもそれはよく理解してくれてます。ただし2019年その皇居へ訪ねた時に、その佳子さまに会わせてくれよとはしてくれたんですよね、その皇宮警察の方が。後から分かったんですけども、その入り口で担当されてた方は、その皇宮警察の方は有馬警察署の方で、僕が窃盗犯捕まえた時に対応された警部補以上の方だったはずです。確か法律でその書類送検するとき の, 文章を書くのは、警部補以上だったと思います。で、佳子さまに会いに来たんだったらこのままここにいてくれたらいいからっていうことで、多分車を回してくれようとしてたと思うんですよね。だけども、まあ、変な気遣いとかもありましたし、その時にね、他の警察官とかテレビに出るんだったら、宇賀夏実で会ってるとか、宇賀アナウンサーで会ってるとか、他の警察官とかが電波とかでいろいろ聞こえてきて、まあ、対応しようとして、まあ、自分たちでもいろいろ聞いてる部分がある。で、何を優先するか、僕もそれ言われた先にテレビ出て、そのエネルギーの残存量問題とか早く言わなきゃならないのかなとか、それ僕も思いますから。河川水門海式ダム発電とか地下水流トンネル発電、まあ、厳密に言うと20歳ぐらいの頃から言ってますけども、それをまあ文章化したりしたのは2021年か2019年ぐらいの頃から、河川水門外式ダム発電のこととかをホームページに記載してるじゃないですか。で、厳密に言うと SD カードで高島綾当てルートで河川水門外式ダム発電のこととか地下水流トンネル発電のことは言ってるんですよね。で、中国の方にももうどんどんその工事してもらったらいいですからっていうことをお伝えしてたんですけども、まあ、多分、その時女の部分とかもあって、下手にその工事に手をつけたら電波で攻撃される可能性があるんじゃないですか。今までの件とか総合的に含めて物事を見ると、阪神・淡路大震災の被災者を利用してテレビに出ていろいろお金稼ぎをしていた人たちが実際にいたと。まあ、それを今責めてるんじゃないですよ。そのどうしても皆さん生活かかってるから、どうしてもそういう風になってしまう部分がある一定の部分で、それはあるとしか私の方も言えませんし、その仕事の絶対数とかそこまで数とかを分かった時に、じゃあ何が正解かの部分で、まあ、皆さん悩まれるんでしょうけども、とにかくまあまあテレビ局としては、僕の提案で作っていただいたその番組に関して、まあ、61番を見ながら、確認していただいて、まあ、そういうふうな割合でお支払いしていただきたい。で、そのね、例えば大学卒業者のもので、年間ボーナスがある一定のある程度の額があると。で、半年以上働いて、有給休暇とか増えていくじゃないですか、働いてる勤務年数とか労働時間で。で、まあ、住居手当、扶養手当があって、退職金があって、育児休暇もある人と比べると、多くの、番組を、僕の提案した番組をテレビで放送してもらわなかったら、その人たちよりも下回るんですよ、私の方が。だから今までの分をお支払いしてもらってないから、まとめてこういうような形で請求してるのであって、で一応、まあ、東京の方のテレビ局は、ほとんどの、テレビ局が純利益しっかりとあります。多いところでしたら、まあ、
日テレさんなんか200何十億円も純利益ありますから、まあ、日テレさんの方で作っていただいた番組でカウントすると、そんなに大きな金額にならないじゃないですか。ですので、まあ、日テレさんだけじゃなくて、他のテレビ局もしっかりとお支払いしていただきたいんですよね。で、それまで純利益出てた時期はだと思うんですよ。で、まあ、テレビ東京さんは2021年で止まってますけども、やっぱりコロナウイルスの影響でそうなったんだと思います。関西のテレビ局も大体そうですね。2020年度の純利益で止まっていたり、2021年の純利益で止まっていたりだとか、まあ、その辺の詳細も含めていろいろ話し合いしたいなと思っています。で、そのエネルギーの残存量問題で数多くのプランというものを私が持っていて、これみんなで協力しなかったらもうどうしようもない状況ですから、30年以内に石油と、天然ガスの輸入は止まるものだと私は思っています。これだけ自然再生可能エネルギーが増えてきてるのに、そのガソリンの使用量、2022年を見ていただいて分かると思いますけども、2021年とか2020年はコロナウイルス騒動で渡航制限とかがかかっていたり、ロックダウンというような形で車での移動とかを禁止してたじゃないですか。あれがあったから、消費量が一時的に減ってただけで、2022年のデータで見ると、石油の消費量は、やはりかなり大きい。拡大路線のままになってしまっています。エネルギーの消費量は。これが現実ですので、早急に対応しなければならない。誰かは何とかしてくれるっていう考えもうやめてください、本当に。早く早急に各テレビ局の役員の人が私に電話をまずかけてください。で、予定組みましょう。で、いろんなことをまず話し合いしましょう。で、皆さん、僕の、YouTube、チャンネル登録していただいて、自分のスマートフォンに。で、着信履歴を、設定してください。アップロードしたときにどんな内容彼が喋っているんだろうかと。それを確認して、その内容をテレビ局の従業員の人たちに教えてください。とにかくエネルギーの特に残存量問題。30、ホームページ淡池泰介の履歴の36番に、数字記載してますので。早い人だったら、9月15日、16日等に記載した内容であれば、5分ぐらいで読みます。まあ、もともと話を分かっている人であれば、状況を理解できます。まあ、国としても、僕は生活保護者ですからね、早く、生活保護者じゃない状態になってほしいっていう部分もあるでしょうし、地方交付税法とかもありますし、その国が一回お金を集めて各都道府県に、まあ、納付した金額に合わせてのある程度の計算式で、各都道府県とかに、まあ、お金を、まあ、渡してるわけじゃないですか。だから、もうテレビに出て、もう本当のことを、しっかりと、言える人間、例えば大阪のカジノなんかいらないだとか、IR 法なんかいらないだとか、まあそういうふうなことをね、平気で言えるような人間がテレビに出なきゃならないと思うんですよ。結局、大阪万博なんて、オリックス、などは、もうほとんどオリックスでしょ、借り入れてるのが、三井住友銀行から5000億円以上。だからもうその辺のところは、ホームページ淡池泰介の履歴の YouTube 一覧表っていうのが、上の方にありますので、そこはまだ番号を振り分けてないんですけども、大阪万博カジノについてというような欄があります。だからそこで私が述べてる内容とか聞いていただいたらわかるかと思うんですけども、とにかくいろんな部分で対応しなきゃならない。で、淡池泰介の言ってる内容に対して総理がどう返答してるか、岸田さんが。そういうふうなところとかもね、皆さん、知っていただけたらなと思います。そういうことを、いろいろ YouTube でアップロードしてる内容で、その日、
テレビに向かっての、その通してのアクセスによって、まあ、意思疎通をしてる、そこでどう返答してるかとか、その本当の話で物事を進めなかったら、岸田政権まで潰されたらこちらもたまったもんじゃありませんから、世界中との外交もありますし、で岸田さんも、ほとんどの人間は電車、バス、徒歩で移動するものであって、車をもともと購入するのは良くないっていう考え方の方なんです。エネルギーの残存量問題をしっかりとご理解してますから。それを経営者の方たちも理解してますかっていうことで、昨年2022年の11月頃にニュースになっていた SMBC 日興コーディアル証券の社長の方の、株の価格の操縦の方ですかね。それで、まあ、半年間の、報酬なしということだったんですけども、代表取締役社長の方だったんですけども、その方も、そのニュースが流れる数日前に、田尾駅のところに軽自動車で来てるんですよね。で、そもそもそこで車止めたら、道路交通法違反ですから、交差点の15メートル、近辺のところに車を止めちゃダメなんですよ、そもそも道路交通法で。で、そこに車を止めて、そのロータリーの方じゃないですよ、そこじゃなくて、アリの仲町側の方で、まあ、藤原台側の方にロータリーがあるんですけども、アリの仲町側のところの4つの交差点のところですから、4本の道の、まあ、そこで車を止めたりしてる時点で、ああ、全く分かってないなっていうことが私の方ではっきり分かっただけということになってしまうんですよね。そのエネルギーの残存量問題の方ですよ。その道路交通法とかそういうことも含めてなんですけども、だから結局車なんか乗ってしまうからみんな分からなくなるんですよ、社会のことが。だから、安住さんとか大下容子さんでしたら、まだある程度の年齢ですから、しっかりとハキハキとした、喋り方とかできるでしょうし、正直ね、経営者の方とかで、たまに70歳以上の方とかいらっしゃるでしょう。もう僕無理だと思ってます。国会議員の方も。で、麻生太郎さんも今82歳じゃないですか。で、この間のワールドビジネスサテライト、まあ先週なんですけども、その昔の映像をたまに混入して僕の方は見てるんですよね。で、麻生太郎さんが何歳の頃の映像かわかんないですよ。会おうって笑顔でいろんな人たちと握手しながら言ってくれてる映像なんですよね。だけども、今の時間軸、2023年9月18日ですけども、麻生太郎さんは今82歳なんですよ。で、岸田さんにも、そのテレビを通して時間軸を超えて伝える方法で、麻生太郎さんもうご年配ですから、もう、下ろしてあげたらどうですかというようなことを言ってるんですけど、麻生太郎さんは昔僕のことをこう言ってくれてるんですよ。記者会見の時に。僕のことを、まあ、あいつがもしここに来た時に、あいつのことを説明してあげる人間がいなかったらダメだから、自分が残りますって。その未来からの情報とかいろいろ精査した時に、粟井圭介が世界にとってものすごく重要な人物であるっていうことを深くご理解していただいているからですよ。そのエネルギーの残存量問題で、さまざまな解決方法とかアイデアを常にたくさん提示してくると。まあ、最近でしたバイオエタノールの件ですね。だからそれはホームページ、粟井圭介の利益の1番を見てください。1番を見てもらったら、何日に何をアップロードしたか。ここ、最近ですね、そこの欄から直接アクセスできるような形にしてます。まあ、外部リンクとか内部リンクとかを使って。まあ、少しずつ僕もホームページの作り方が、まあ、成長してる方なんですけども、まあ、全部が全部まだ使いこなせてるとは言えないですね。まあ、そういう中で、まあ、全部自分の独学ですんで、
で、本当にどうしてもわからないこと、聞きたいことがあったら、お金を払って三田市のパソコン教室の方まで聞きに行ったりしてたんですよ。だからもう生活保護者で元手がないですから、とにかく時間がかかる。どこからもお金の支払いがない。で、スポーツ界からもお金の支払いがない。頭の中を貸したりとかして、みんな買ってきたのに。そういうふうな状況とかも、もうフルオープンで、公に話するべきだと思いますよ。だからもうスポーツ、オリンピックも、近々消滅してもらわなかったら、もともと採算性が合うようなものじゃありませんから、みんなの税金でスタジアムを作っていた。それはホームページ、粟井圭介の歴の48番を見てもらったらわかります。その総合運動公園下でね、たくさん多くのスタジアムが作られてしまったと。サッカースタジアムだけでも1兆円ほど使われてますからね。冗談だと思うでしょう。ちゃんとホームページ、じゃなくて、ウィキペディアで、浦和レッズのね、埼玉県のスタジアム、検索してもらったらわかりますよ、ウィキペディアの方で。ちゃんと建設費用載ってますから。700億円超えです。土地代込みだからです。だからそういう当たり前のことをホームページ粟井圭介の歴にも文章でも記載してますし、48番のところに。で、あと、だからサッカー界だけで、スタジアム関係、全部でトータルで1兆円ほど使われてるんじゃないですか。しかもエネルギーたくさん使用してるでしょ。日本中飛び回ってるから。だからもうサッカー界も12球団、6チームずつぐらいに再編しなかったらもうどうしようもないし。さらにその先の再編はあるでしょうね。だから全人類が生き残る方が優先順位上ですから。本当は横領事件ですよ。みんなのお金を使って。高い、まあ、年収を得ていたら。まあ、結局、年収っていう言い方にしておきます。その報酬だとか、歩合だとか、出来高だとか、賃金だとか、いろんな言い方できるでしょう。もう年収っていう言い方で今言ったんですけども。現実とみんな向き合わなきゃならない。で、淡いケースがその解決策を持ってるんですから、勇気を持って、各テレビ局の役員の方たち、会いに来てください。まずは先に電話して予定を組みましょう。そうじゃなかったら無理ですか。私もいろいろ撮影しに行ったりしてますから、自分で。で、そのデータさえあれば、実際撮影してる映像があれば、どこの建物を、解体するべきであるとか、ただそれは本音で言うと、自然再生可能エネルギーで多くの電力が得れてから、まあ解体するような状況の方が本当は望ましい。ただ建築業界の人たちが、仕事がなくてどうしても余計な建物を建ててしまうんだったら、先にその行った建物を解体して金属の回収をしてください。建物を解体すれば金属が出てきます。それと、あと木材も出てきます。それを燃やせば、まあ、かまど発電とかで本当は使用したいんですけどね。ホームページ粟井圭介の歴の55番台とかに記載しています。かまど発電。そういったこともしっかりと聞いてもらって、言ってる内容とか事実確認していただいて、覚えてください。そうじゃなかったら物事が進まないんですよ。だからテレビ局の役員さんで高年齢者層の方は本当に早く変わってください。そうじゃなかったら無理です。本当に能力的に衰えてきてるでしょうから。あと自分の年齢を考えた時に、なんでこんな年になってまで働かなあかんのだろうとか、そういうふうに思ってしまうでしょう。だから本当はテレビ局の役員も65歳までじゃないとダメなんですよ、本当は。そういうまともな社会にしましょう。そうじゃなかったら、ポストが一つ開けば、順に上がっていけば、一番下にポストが開きますから。そうじゃなかったら若い人たちに仕事が回らないですし、余計な仕事なんか増やされたらたまったもんじゃありません。余計にエネルギーは消費されますし、どうせ破産するんですから。その事業失敗するんですから、今更店舗出したところで99.9%の仕事は。99.99%と言った方がいいかもしれません。ひどいピンハネ大業が出来上がってるだけですよ。障害所とか人材派遣業法で。
まあちょっと61番のところも少し書き直さなきゃならないかなっていう部分はあると思います。その平均視聴率に対してその1万円だとか、その良かったら2万円だとかの話ですけども、例えば銀河英雄伝説とか今日から俺はとか、そういうようなもともと原作者の人たちがいて放送してる内容とかは、まあその辺のところはまあ金一封みたいな形でいいと思うんですよ。まあそれはクオリティの高い作品をまあ探し出したというようなまあ意味で。だから、その辺のところは、まあ、しっかりとお金をもらうことによって、その番組を提案した僕としてもね、この番組はここをこうした方がいい、ああした方がいいっていうことははっきりと申し上げれますので、まあ、皆さん、早急なご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、銀行の口座番号とかでしたら、ホームページは YKS の歴に、まあ、で、一番上の欄のところに、ホームの横に、目次と名前と電話番号や、小中学生の頃の、下敷きの写真の画像とか、まあ、そういうふうな欄があるんですけど、そこを押してもらったら、まあ、自分の名前の意味だとか、電話番号だとか、口座番号も確か載せれたと思うんですけどね。まあ、それは、結局電話かけてもらったら分かることですから、とにかく物事を遅滞させない、その方向で進めていただく、他にも、協力していただきたいこといっぱいあるんですよ。その結婚話、その佳子様に断られたとき、誰か結婚相手を早急に探さなければならないし、その淡井圭介と会うと言ってきた方たちの中でね、そういうふうな意思のあるものがいるのかどうかとか、それをもう聞いてもらったら、わかることでしょうから、で、テレビ局でつながらなかったら無理ですから、結局、その詳細。何でも裁判って、それこそ僕お金ない、ね、ないんですから、無茶なこと言わないでください、本当に。元は淡井圭介との結婚話とか1997年8年フルーツフラワーパークでそういう話始まっていて、いろんな人間がテレビに出て、で、僕のことを見捨てて結婚してる人たちがたくさん存在したんですから。だからその人たちもある程度責任感を感じてもらわなきゃならない。だどういうようなところで協力するかって言ったら、証言というか、実際、その頃、フルーツラパークにそういうふうな話をしに行ったとかね。で、その辺の話の、ホームページ、淡井圭介の歴に記載している、ホームページ、淡井圭介の歴、前半、後半、ホームページ、淡井圭介の歴、前半、後半に書いてないこととか、いろいろあるじゃないですか。請願法による陳情とかで、いろいろ平和的な世界の外交とか、いろんな部分を含めて、すべてフルオープンにした方が絶対いいですよ。その方がややこしいようなニュースとかなくなりますし、何をメインで今しなきゃならないかっていうことははっきりと分かりますから、見てくださいよ、今の世の中。B リーグだとかわけのわからないことを言い始めて、バスケットボール業界が国の税金使って体育館を日本全国で11箇所、もう出来上がってしまった群馬県とかあるんですよ。11箇所も作ったら数百億円持っていかれますよ、税金。それは土地代込みだからですよ。で、その計算式で合ってるんです。考え方で。そうじゃなかったら土地がどんどん小さくなってしまうでしょ。小麦粉だけで、小麦粉というか小麦関係の輸入だけで年間400何十万トン輸入してるんですよ、日本。耕作放棄地いっぱい作って畑仕事とか頑張ったらよかったんですよ。ほとんど機械に頼らずに、どうせ体鍛えなかったらだらしない体になっちゃうんですから、ガソリン使わないで、耕運機とか使わないで、クワで畑耕したらよかったんですよ。そこに対して収入がなかったとしてもね。
だから、まあ、その地下水流トンネル発電とか、河川水門開閉式ダム発電のこととか、字幕の付け方がとても難しくて、うまくできないんですよ、私の方では何回しても。で、その辺のところ、テレビ局の方たちだったら、それに慣れてるでしょうから、その字幕の付け方とか教えていただきたいですし、翻訳の仕方とか、それで世界中に広げて、早急に話を進めなかったら、いろんな人たちの理解とか必要になってくるじゃないですか。現実の現状とかね、まあ、それによって労働意欲とかを持って頑張って働こうと思って、河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか頑張って作ろうとか、今自動車を作ってる場合じゃないなっていうことを、その自動車業界の人たちとかが自発的にもう電気自動車とか水素自動車しか作らないと。で、あとは、中古の自社の車を販売しておくと。そういうような形で物事をうまく持っていないんですよ。で、河川水門開閉式ダム発電とか、そのタービンのところでね、結局ギア費を利用するわけですから、高い発電力を、出そうと思ったら、安定した水が流れてくる、圧力がかかってくるということであれば、ギア費を上げていけるでしょ？そしたら高い電力を発生させられるじゃないですか。だからその辺のところは、テレビ局の各役員の人たちがしっかりと勉強してもらわなきゃ困りますし、しっかりとお金を支払ってもらわなかったら、話はむちゃくちゃえげつなすぎますよ。結婚話の件に関しても結局受付に行っても誰も対応しなかった。最悪、関西の朝日放送なんて入り口にガードマン立たせて中に入れないようにしてましたから。これがテレビ局の人間の卑怯な生き方だったんですよ。だからそれはもうテレビで公開したらいいんですよ。テレビ局自体があんまり大したことなかったっていうことで。そうじゃなかったら、プロ野球選手のおかしな年俸とかの金額見て、みんな金銭感覚がおかしくなるんですから、インターネット記事とか見て。会社の売り上げを本人の売り上げみたい、年収みたいな形で、放送してたりしてたでしょ。だからそういう無茶苦茶なインターネット記事を作ってる連中とかも、本当は、罰金払わせなきゃならないし。そうじゃなかったら世の中みんなもう話めちゃくちゃになってますから。だからちょっと話長くなりましたけども、役員の皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録とその着信の通知ですね。で、早くテレビ局は合併した方がいいですよ。もう2003年に個人情報保護法が出来上がってから、その後人口少子化がものすごいスピードで進んでますから、今出生率が1.27なんですよ。で、もともと出生率2%で人口横ばいだったんですよ。だいたい半分ぐらいの人が、結婚出産まで、たどり着けてる人は半分ぐらいの人だったんですよ。それで人口なんとか横ばいだったんですよ。それは今もう3分の1以下ですから。結婚し出産までたどり着けてる人が。これが現実です。滅びますよ。2045年には、65歳以上の人たちの日本人の割合が38.数%です。これが政府発表で、もう0歳から20数歳までの人は生まれてしまった後ですから。韓国なんか2045年になったら65歳以上の人たちの割合が50%多分超えますよ。向こうの方がもっとひどいですが、だいぶ前から0.8ですよ、出生率。個人情報保護法なんか作ってしまったからですよ。あと、特定機密保護法はもういらないって、ホームページにしっかりと書いてるし、岸田さんの耳にも入ってると思いますけれども、世界中で大きく舵を切らなかったら、これはもう後でもう国の維持なんかできなくなりますよ。自分たちだけ生き残ったらいいとか、自分たちの一族さえ生き残ったらいいとか、エネルギーの残存量問題を解決する方法を自然再生可能エネルギーで賄っていくっていう方向で生きていかなかったからですよ。すぐに諦めて。これが根性の差です。粟井圭介と他の人間の差なんですよ。最後の最後まで諦め、僕も何回も本当は挫折してます。何回も諦めました。絶対無理だ、こんな状況って。だけども、どっかで踏みとどまって、自分が頑張るしかないっていう気持ちで、どうにかこうにかしようと思って、情報を集めて、自分でお金を払って、時間をかけて努力して、そして解決策までたどり着いてるんですよ。
これが紛れもない答えです。あり、真実です。法廷では真実が全てです。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。本当に早く電話かけてください。家の横を歩いて遊んでる場合じゃないですよ。それ遊んでるのと同じなんですよ。そういうところが本当は法律で当てはめると、民事でも刑事でもあります。ひどい挑発行為であって、暴行事件ですよ。集団での。私の人生がどうだったかっていうのはもう皆さんご存知でしょう。何人の人間は結婚話してテレビ出て金稼いだと思ってるんです。それを見たとき僕はどんな気持ちになるのか、男性も結局同じだったっていうことになってしまうじゃないですか。誰もお金1円も払ってくれてないんですから、スポーツ業界から何から何まで。だけども今日は、ボクシングの試合、世界戦があります。フック首相の話も王の話も僕の一途なこのストレートな生き方も選手にお渡しいたします。これが私なりの覚悟です。できることは最大限に行っているつもりです。後から1円もお金払わないってそんな馬鹿げた話ないですよ。人の力借りてみんな世界チャンピオン継続して王座防衛したり4団体統一したりとか、僕の頭の中プラスアルファだったんですから。東京オリンピックとかでもしっかりとした内容を記載してたんですが、ホームページに。それ今更見てないってそんな話通用しませんよ、テレビ局の役員で。もう係長以上からはもう絶対そうですよ。役所をついてしまってるんですから。まあ、正社員以上ですね、本当は。もう何年か働いている正社員で、そういうこと知りませんでしたら、もうすみませんから。で、本当は人海戦術で情報の仕分けをして、正しい情報でテレビ局が運営されなかったら、無理ですね、一般の人たち。持たないですか、精神的に。諦めてしまいますよ。本当に滅びます。輪廻転生絶対ありますよ。毎年生まれてくる男性と女性の比率が一定で生まれてきてる、どこの国も。これ見た時にまだ天の神様とかそういう宇宙を作ったような存在、人間は輪廻転生があるとか、あの世とこの世とか、こういうことをまだ理解しないで逃げるんですかっていう話になるんですよ。ありますよ。自分が生まれ変わった時に食料を奪い合いの時代なんかに生まれたりですか。嫌でしょ。今なら何とかできるかもしれませんよ。これが現実です。皆さん、しっかりと対応しましょう。お互い協力して。これは世界中へのメッセージでもあります。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。絶対チャンネル登録してくださいよ。で、着信通知。それなかったら無理ですから。時間かかっても、そのために時間作ってるようなものなんですから。2023年9月18日、現在18時12分。以上です。